はい、こんにちは、ゆきんこです。今日なんですけど、こちら、たまみでミニバスケット作りました。で、こちらを今日作っていきたいんですけど、ちょっとサイズだけ紹介します。そんなに大きくないんですけど、今回作ったのは、まあ、直径、底が12センチぐらいの底。で、そうですね。だいたい12センチぐらいですね。こちら8号針で編みました。セリアさんのスモーキーメランジの、カラーナンバーが3番ですね。こちら2玉あれば足りると思います。はい、まず最初に、輪から作っていこうと思います。こうやって指に巻きつけて、で、針を入れて、引っ掛けて、引き出して、で、一回こうしてから、鎖編みを一つ編みます。で、一つ編んで、で、細編みをここから、6目編み入れます。1、2、3、4、5、6、はい、細編みが6目編み入れたんですけど、これで今一回こう寄せて、離して、で、この輪の中を引き締めちゃいます。動かして、で、2本のうちのこっち側が動いたので、で、これをあっちに引っ張って、よいしょ。よいしょ。で、キュッて。で、引き締まったところ、最初の細編みの玉に引き抜き編みをします。鎖編み一つで立ち上がってるので、ここに入れます。で、引き抜いて。はい。これが、今、1段目、できました。それで、2段目なんですけど、2段目、鎖一つで立ち上がって、で、根元、まず根元に増し目、こうやって、一つの目に二つ細編みを入れるっていうのを、他も、全部ぐるっと、一つの目に二つ細編みを入れていくっていうのをやっていきます。こうやってここから数えて細編みが全部で12個入ったら、また最初の細編みの頭に引き抜き編みをして、で、これで底の部分の2段目が完成です。3段目。は、鎖一つで立ち上がって、最初細編み一つ根元に入れて、で、次の目は増し目を一つの目に細編みを二つ入れるやつですね。で、入れてっていうのを、こう、今1、2って入ってるんですけど、1、2、1、2って感じで交互に、ぐるっと、編んでいきます。これで、今また頭に3段目最初の細編みの頭に引き抜き編みをして、これ1212でここに入れてって3段目できました。で、4段目また鎖一つで立ち上がって、根元に、細編み一つで編み入れたら、次は増し目を一つ編み入れます。はい。で、そしたら次は、細編みをですね、2つ、編み入れます。違う目の頭に1個ずつ細編みを2つこう編み入れます。というわけで、1、2、1、1みたいな。で、次また、増し目を1つ。で、細編みを、2つ。1、
にってそれぞれ隣同士で1個ずつ入れて、で次増し目、増し目1、細編み2っていう感じですね。一番最後の目に細編み1つにして、最初の目の頭に引き抜き編みをすれば、最初細編み1つから始めたんですけど、最後でこれ帳尻がありますね。細編みが2つで、増し目1つっていう感じで、はい。でこれで 1,2,3,4 4段目の底が編めました。5段目なんですけど、5段目は、鎖1つで立ち上がって、で根元から、1個ずつですね、細編みを3つ編み入れます。1,2,3で編み入れたら、次増し目1つっていう感じで、細編みが3、増し目が1つっていうのをぐるっと繰り返していきます。はい、最後の目は増し目で終わります。増し目を編んで、この段の最初の頭、細編みの頭に引き抜きます。はい、でこれで5段目完成して、次6段目なんですけど、次は鎖1つで立ち上がって、細編みをまず根元から1個ずつこう2つ編み入れます。細編みを1個の目に1個ずつっていうのをまず2つ編み入れたら、増し目を1つ、増し目1つ編み入れて、増し目1つ編み入れたら細編み次、4目編み入れます。1,2,3,4で増し目、で細編みを4つっていうのを繰り返していきます。増し目、細編み4っていうのを、ちょっとぐるっと編んでいきます。で最後の目2つは、最初の細編み2つと帳尻を合わすので、最後は細編み2つで引き抜いて終わります。はい、これで6段目の底が完成しました。7段目なんですけど、鎖1つで立ち上がって、こちらですね、細編み4つ、4目編み入れます。1,2,3,4で編み入れたら、次隣の目は増し目で、次からは細編みを、5目編み入れます。はい、細編みを1,2,3,4,5目編み入れたら増し目でやって、5目増し目っていう感じで、ぐるぐる編んでいきます。最後の目は、細編み1つで、最初の細編み4つ編んだのと、足して5になるように編んで引き抜き編みをします。これで7段目の底が、できました。で、8段目はですね、鎖1つで立ち上がって、根元は、増し目を編みます。で増し目一つ編んだら、次細編み6個編み入れて、増し目一つ、細編み6っていうのを繰り返していきます。はい、最後は、ここ細編み6目編み終わったら引き抜くという形になります。よいしょ。9段目なんですけど、
鎖一つで立ち上がって、細編みを二つ編み入れます。1、2。で、編み入れたら、増し目を一つ入れます。そしたら次は、細編みを、7入れます。1、2、3、4、5、6、7、はい、そしたら次増し目という感じで増し目細編み7、増し目細編み7っていう感じで編んでいきます。はい、最後の方はですね、最初の方に細編み2つ編んでるので、それが7個になるように合わせたかったので、1、2、3、4、5、最後は最後は細編みを、5目編んで引き抜きます。1、2、3、4、5、はい、5目編んで引き抜きます。はい、10段目は、鎖一つで立ち上がって最初に細編みを4目編み入れます。1、2、3、4、はい、そしたら、増し目を編み入れます。で、そしたら次は細編みを8目編み入れます。で、こっからですね、今8目細編みを編み入れてる途中なんですけど、細編み8、増し目細編み8、増し目っていう感じで、どんどん交互に編んでいきます。10段目最後は、細編み4目で引き抜き編みをします。編み始めが細編み4目だったので全部で8目になるように、したいので、それで最後4目細編みで終わります。で、引き抜いて、で、これで、底の部分を、編んだんですけど、ちょっと大きめになりましたね。13センチぐらいになってますけど、強さによって多少こう前後するので、はい。ちょっと今編んでるのはちょっとゆったりだったでしょうかね。はい。というわけで、今これ底の部分終わったので、次、側面の部分に、移ろうかなと思います。側面は玉編みにしようと思ってて、なのでちょっとピンって伸ばして、この状態で中長編みの未完成を2回、編み入れようと思います。1、2、はい。で、これで玉編み編んだら、1個目を飛ばして1つ飛ばして、次の飛んだところに次は中長編みの未完成3目。次からはこの玉編みでぐるっと編んでいきます。はい。で、また次も1個飛ばして、この飛んだところの目にっていう感じで、この、側面の1段目は玉編みをこういう感じで編んでいきます。はい、ぐるっと編んできて、最後のこの目は1個飛ばす目なので開けておきます。それで、最初のところに引き抜き編みをして、これで、側面の1段目ができたので2段目に移るんですけど、2段目もちょっと長めに伸ばして入れるんですけど、玉編みにするんですけど、この場所がですね、さっき開けてきた細編み
空いてる細編みの頭に編み入れようと思います。まずとりあえず最初に中長編み2つの玉編みっていうんですかね。で次からはもう細編みの開けた細編みの頭に普通の玉編みよいしょ、中長編みの未完成3つの玉編みをこの間に頭にこのぐるぐる入れていきます。はい、今玉編みを2段目入れてきて、であと引き抜いて、これで2段目できて、次3段目入るんですけど、3段目も一緒でちょっと長めに伸ばしてですね、で、中長編みの未完成を2回その場に入れて、で玉編みを編んだら、今2段目編んできたんですけど、その2段目こうスペースがあると思うんですけど、そこに、玉編みを入れていきます。こういう感じでこの間に入れてぐるっとやっていきます。はい、これで今3段目最後に玉編みを入れて、最初のところここにですね引き抜き編みをします。はい、でこれで側面の玉編みは、終わりです。でこっからは鎖一つで立ち上がって、でこの目にまず細編みを2つっていう感じでですね、各目に細編みを2つずつ編んでいきます。こういう感じで編んでいきます。はい、細編みをぐるっと、各目に2目ずつ編んできました。で全部入れたので、で最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。よいしょ。はい、で引き抜いたら、私はちょっと分かんなくなるので、別に大丈夫って人はいいんですけど、引き抜いた場所、引き抜き編みした場所にマーカーをちょっとつけておきます。で、次からも、引き抜き編みでぐるっと編んでいこうと思います。はい、引き抜き、最後の目の頭に引き抜いたら、もう糸を切って引き抜いちゃいます。こういう感じで、こんな感じで編んだんですけど、糸始末していこうと思います。はい、こんな感じで、ミニバスケットを作りました。セリアさんのスモーキーメランジを、今回は使用したんですけど、別にお好きな糸で編んでいただいて大丈夫だと思います。で私は、こういうメジャーとか、こういうこういうの入れますけど、パッと使えるようにこれは入らないんですけど。もうちょっと大きくしたい人は大きくしてもいいと思いますし、はい、いろいろできたら楽しいんじゃないかなって思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではさようなら。